原古天気とは、メソアメリカ考古学の変年で、先古天気後期から古天気前期の間に想定された時期区分の名称である。一般的には、紀元前100年ないし同50年から紀元250年ないし同300年くらいの時期に位置付けられてきたが、最近では、工述するように概念の見直しを行い紀元1世紀から5世紀の 初頭に位置づけるべきだという意見が出てきており、用いることを意識的に避ける研究者も多い。イサパス石碑2号、エルバフル石碑1号。原古天気のイメージとして、グアテマラ高地やモンテアルバン通記の石碑が想定されている。原古天気の概念は、1960年代まで。 漠然と、紀元前300年前後のテオティワカン通気とモンテ、アルバン通気に並行し、文字が作られ、イサパ文化などに見られる石彫りが作られた時期といった、曖昧な、使われた方をされてきたが、最も普遍的な定義は、ゴードン・ランドルフ・ウィリーが1977年に示した、フローラルパーク賞内視土器複合、セラミック。コンプレックス、あるいは、 ホルムル愛式及びそれに似た、土器、具体的には、タイプバラエティ分類法による、アギラオレンジ、アグアカテオレンジと呼ばれる、グループのチブさ型四足土器に代表される、土器群に特徴づけられる文化的な内容のこと一、づけられた。言い換えれば、紀元前50年から紀元250年くらいの先、古典期の終末と古典期の初頭にあたる、 期限250年から同300年にあたる明確な、塊の時期区分として捉えられてきた。それに次いで、標準的と考えられる定義は、千古天気から古天気の発展段階のように示す概念である。マヤの研究者にとって、元古天気という概念は、文化的に中立的なものではなく、千古天気や五古天気が古天気の前後という、 変年的な点に重点があるのに対し、原古天気は古天気の前兆ないし導入的な区分と考えられてきた。単純に、紀元前50年から紀元250年を指し示すというのは、最も新しく出された概念で、2番目の定義に関連して、イサッパ文化をはじめアバフタカリク、エルバウルなどのグアテマラコーチ周辺の石碑に代表される文化の時期という、 用いられ方をされてきた。原古天気の時期的指標を示す土器は、側面形状が、Z 字上で、幾何学文と様式化された、多彩式土器のモチーフを持ちちぶさ型の足を4つ持つのが特徴で、タイプバラエティ分類で言えば、アグアカテオレンジ、異種管理用オレンジ多彩式、に色り土器である、カビラン。 大々ジグロ彩り及びグアカ赤ロ赤字大々彩りと呼ばれる一連の土器群である。これらの土器は、フローラルパークショーを代表する瓦家であり、1961年の段階で、ウィリーとジェームス・シー・ギフォードは、同じ土器とみなしても良いとすら述べていた。こういった土器は、原古天気の土器複合が見られる遺跡から出土する。フローラルパークショーには、 オレンジの多彩式土器が至るところで検出されるが、より新しい時期には、すべての遺跡で赤い単色土器にとって変わられていく。側面 Z 状のものの方が、より古く、横に走る筋のあるものとないもの、表面に上塗りが施されていないもの、頭部の半分くらいの頸部の壺は先行する。地下ネル機から原古天気へ続いていく。鎮線の施された、 公園部を持つ鉢も同様に原古天気まで続く。フローラルパークショーはもともとホルムル遺跡からの出土品を基準に定義されてきた。つまり原古天気の指標となるホルムル愛式の土器群は1910年から11年に RE マーチンと GC バリアントによって調査されたホルムル遺跡の建造物 B の大発出と 第9室の室度異物から定義付けられた。相違的形式的に古いルーム9の異物をホルムル IA とし、ルーム8の異物をホルムル IB としてきた。バルトン・ラミーの異物とホルムル I 式を比べると、形式的な点だけでなく、相違的な位置関係から考えてもホルムル I 式が、古僧と真相の二つに区分できることが、思い起こされると、ウィリーとギフォードは考える。 原古天気の土器と変年。1、渋サ型四つ足土器バルトンラミー123築30号母、湿度。ホルムル IA 平行。2、渋サ型四つ足土器バルトンラミー123築31号母、湿度。ホルムル IB 平行。3、渋サ型四つ足土器、一種管理をオレンジた彩色、ナイン管理をオレンジ。ポリクロームナフトゥイニチ洞窟湿度。 4. 動物バツケチバルトンラミー123区19号母、出土。ホルムル IB で確認される、マヤ定地の古典機前期的な悪噴感をレンジ、多彩式に属する、ツバツケ鉢は、似たものが、バルトンラミーの123区の13号母と19号母の、出土品にある。バルトンラミー出土の破片は、ホルムル IB とは同定できないが直線で囲まれた。 階段状のモチーフを黒点で囲む文様があり、これは、標識遺跡である和尺ンの古典紀前期初頭を示す、サコル愛称の指標となる文様である。したがって、バルトン・ラミーの123地区の13号墓と19号墓の、つばつけ八は、この2つの墓の変年的な位置づけが、サコル愛称とホルムル IB が同時であることを、思わせる。 13号母から出土したチブサ型四つ足土器は、原古天気的なアグアカテオレンジであるが、サコルショーの特徴を代表するアクトゥンカンオレンジと共犯している。このことは、13号母の時は、ホルムル IB に、極めて近いつながりがあると推察させる。一方で19号母は、そのような四足足器はなく、アクトゥンカンオレンジとの良好な資料に、 より新しい時期のアグアカテオレンジを伴う。これは、サコルアイ症に近いつながりがあると考えることができる。30号母や31号母は、いずれにもアクトゥンカンオレンジや他の動物バツケハチは、共犯していない。30号母は小さな、チブサ型四つ足ドキガに個体検出されており、一つ目は、アグアカテオレンジでありもう一つは、アグアカテオレンジに、 極めて近いグアカモロ赤時代大彩り土器である。その他には、通常は見られない巨大なチブサ型四つ足を持つチキブル、モデルドの鉢が出土している。しかもチキブルモデルドの鉢は、ホルムルアイエの鉢と非常によく似ており、3十号母湿度の3個体の土器の形状は、ホルムルアイ式に重心が置かれた傾向を示し、 さらに言えばより古いホルムル IA により近い特徴を持つので、サコル I 式の時期までは降らないと考えられた。31号母から出土した3個体の土器は、ホルムル I 式を強く印象づけるものである。一方、31号母では、チブサ型四つ足の一種管理をオレンジの鉢が出土していて、マーウィンとバレントが指摘する他のホルムル IA の土器でも見られる。 周囲に黒点を伴う階段上文様が描かれている。マーウィンとバレントは、この文様について、ザコル愛式に先行する、ホルムルアイエーとしたが、ウィリーとギフォードは、周囲に黒点を伴う階段上文様は、ザコル式のアクトゥンカンオレンジの文様であり、そのような文様のチブサ型四つ足時は見たことがない、ことから、アクトゥンカンオレンジに発展する最初の時ではないかと。 考える。また31号簿には、機台付きの土器や、漆喰の多彩式土器があって、これが、ホルムル IB から、ホルムル3の時期、猿の取り手のついた蓋が、ホルムル2以降、13号墓でも確認されている、ホルムル IB に位置づけられる、蛇紋岩性の2枚以外を模した、ペンダントなどの出土品からも時期を位置づける必要があると主張し、相違関係からとした。 1965年にグアテマラシティで行われたマヤテーチドキに関する学術会議では明確なフローラルパークの広がりはバルトン・ラミーとアルタルでサクリフィシオスに見られホルムルアイ式の分布範囲と重複していることが指摘されたティカル・ワシャクトゥン・チャパデ・コルソにおいてはフローラルパークが広がった範囲に含まれているがフローラルパークの要素が 幾分在地時の伝統に影響を与えている段階として位置づけられた。ウィリーとギフォードはフローラルパークの起源はグアテマラ高地にあると考え、パトリック・カルバートはエルサルバドルやホンジュラスに電波の道筋がたどれると考えた。リチャード・アダムスは北部、キチェート、アルタベラパス地方の当時の調査成果からカルバートの意見を支持した。ウィリー・アダムス。 カルバートは、人の移動が全てではなく、土器の、規範、系譜が、地下ネル症から連続性しており、そのことは、元々の人間の集団が連続していることが示され、元々住んでいた人々が交易によって、新しい製品を受け取っていると捉えるべきとした。ゴードン・ウィリーとギフォードは、このような周辺地域からのフローラルパークの影響は、 古典期前期の発展の先駆けをなすものと考えた。この会議で、ジェームス・シー・ギフォードは、フローラルパーク土器圏とフローラルパーク土器圏に分布する一連の土器群をホルムルオレンジカワラケとする概念を提唱し、メソアメリカ南部の高地からの人の移動があって先、古典期から古典期におけるマヤ社会の変化に土器が対応していることを示すという仮説を出した。 ギフォードは、ベリーズのバルトン・ラミー遺跡のアグアカテ・オレンジカワラケと、呼ばれる一群の土器は、エルサルバドルのチャルチュアパから出土する別種のアグアカテ、オレンジカワラケと、密接なつながりがあると考え、チャルチュアパのものは、地方的なものとして位置づけたギフォードとアダムスは、フローラルパークショーの土器が示すものは、新しい人々の集団を示す要素であって、それが、 各遺跡に出現すると考えた。しかし、当時は、エルサルバドル高地や古典期マヤの外部由来と、影響なるものは、河原家、建築物や、その他の遺物、考えられうる文化的な特質は見出せないと、多くの研究者は考えていた。1970年代に、ダンカン・プリングは、フローラルパークという明確な土器様式が存在し、一定の範囲に広がっていること。 原古天気に相当する時期の定置において、フローラルパークの土器が、アルタルでサクリフィシオス、バルトン、ラミー、ホルムル、マウンテンコー、マウンテン、カウ、ノームルなど5遺跡で多量に見られ、ベリーズ北部の2カ所の遺跡、ベリーズ中西部の2カ所の遺跡、グアテマラ北部ペテンテイチ南東部のナフトゥイニチ洞窟、グアテマラ高地西部の1遺跡にまで分布していることを指摘した。 1986年にアーサー・デ・マレストが、チャルチュアパ、カミナル・フユー、バルトン・ラミーの土器を比較して、バルトン・ラミーのアグアカテ・オレンジは、チャルチュアパのものとは、何のつながりもないと結論付けた。原古天気については、高地から低地の人の移動があったが、二つの地域の接触が、反映されているのか、それともそのどちらでもないのかということが論じられてきた。しかし、 ジェームス・イーブラディ、ジョセフ・ダブリュー・ボール、ノーマン・ハモンドに加えダンカン・プリング自身も、原古天気の指標とされる土器のチブサ型の足は、先古天気後期から、マヤ定地に、固形ないし内部充填された円錐型に近い形で、伝統的に存在していて、それが、球根のように膨らんだ形として、完成したのが、ホルムルアイ式ないし、フローラルパーク式であると考えるべきであって、 原古天気に突如現れたものではないと主張するようになった。ちぶさ型四つ足土器は、紀元一世紀の間に発展して生産が止まったようであるが、マヤ定地では、南東部よりも一世紀前かそれ以上前から現れていたと捉える。原古天気段階で、フローラルパークショーのちぶさ型四つ足土器と並んで、重要なのは、 ウスルタン式土器ないし、ウスルタン的セブンの施された瓦家である。ウスルタン式土器については、エルサルバドル、ホンジュラス、グアテマラコーチとマヤテーチとでは、用語法が異なる。競技のウスルタン式土器とは、エルサルバドルのタイプバラエティ分類でイサルコウスルタンと、呼称される、ネガティブ技法によって、大々地に白い波専門用を平行に多数、施した土器のことを言うが、 デマレストとロバート・シャーラーは、エルサルバドルにおける、ウスルタン的セブンは、セブンの内容や形状ではなく、レジスト技法によると定義した。一方で、マヤテイチでは、セブン方法ではなく、平行に波打つ、多数の線が施されているというセブンの内容や、形状があるものを、ウスルタン的セブンと呼び、ウスルタン式時とすら呼ぶこともある。レジスト技法そのものは、 マヤ定地では、ベリーズ北部のクエリョ遺跡で、マモム省に先行する、ブラーデン省の後半に、定地で、初めて黒ロドリりよび黒シロアヤの植物を用いた、レジスト技法による、セブンポーが現れた。先古天気の土器のセブンポーは、その後、直接彩色を行うポジティブペインティングと、ネガティブペインティングすなわち、レジスト技法。 最終的にレジスト技法の模倣が現れるといった変遷をたどるが、平行に多数の波線をセブンする河原家とそれ以外のセブンが施された土器とは、それぞれ独自の発展を遂げる。波線でないレジスト技法は、ワシャクトゥンのマモム省だけでなく、セーバルのエスコバ省ユカタン半島北部のジビルチャルトゥンのナバンチェ省でも確認され、カンペチェ州から、 ユカタン半島北西部までの広がりを見せる。紀元前400年頃に先古典気候期が始まると、波専門用でないレジスト技法は、アルタルでサクリフィシオス、ティカル、ベカンなど、多数の遺跡からの土器に見られ、低地の南部から北部まで普及していたことを伺わせる。また、先古典気候期には、 エルサルバドルの波専門用をセブンした、ウスルタニ式ドキを意識して記面に、波専門用を直接セブンした、ポジティブペインティングの土器の普及が本格化する。これは、レジスト技法の波専門用を施した、ウスルタニ式ドキと区別して、偽ウスルタンと呼ばれ、しばしば大々色のチブサ型四つ足土器と、共犯し、原古天気の指標を示す瓦家と位置づけられてきた。 これが見られるのは、バルトン、ラミー、グアテマラ、パシオン川流域のアルタルデサクリフィシオス、セーバル、カンペチェ州のベカント、ナフティニチ洞窟である。しかし、ポジティブペインティングのニセウスルタンの湿度状況を、詳しく検証すると原古天気の指標となる、大々色時に先行して出現する。例えば、アルタルデサクリフィシオスでは、 千古天気後期のプランチャ賞で、ニセウスルタンが現れ、千古天気終末とされるサリナス賞では、ニセウスルタンは消失し、玄古天気の特色を示す、チブサ型四足足器が現れる。またナフトゥイニチ洞窟では、ニセウスルタンと玄古天気の特徴を示す、オレンジカワラケが、相違的に共犯するガギラグループと呼ばれる、タイプのチブサ型四足足器は発見されない。 ホルムルアイ式がベリーズやペテンテイチ東部で指標になるようにウ薄る端的セブンのポジティブペインティングは定置中央部で濃厚に分布するのではとブラディラは考える主なマヤ遺跡の変年標本分記載の原古天気のマヤ遺跡とフローラルパーク土器圏の広がりフローラルパーク土器圏の範囲はウィリー GRR1967 フィグ、六時点のものを一部修正バルトン、ラミーセ古典気候機に並行する、マウントホープショーで偽ウスルタン式のポジティブペインティングの土器が出土するが、フローラルパークショーを象徴する河原家と共犯するわけではない。ただし、フローラルパークの特徴を示すすべての土器が、フローラルパーク土器複合の時期に現れている。アグアカテオレンジは、 新しい地域的な単色土器でとして出現する。先行する土器複合からの連続性の中で伺われる特徴である。ホルムルグループ2の構築物 B の墓からフローラルパークの特徴を示す瓦家が出土する。二つの遺跡における土器の形態の違いは多彩式土器に見られるスタイルの変化が時期区分の要素となり、道部のつばつきの鉢の存在が 真相の存在の指標になっている。ノームルベリーズ北部のノームルは、エイハミルトン・アンダーソンとヒーバーとジェイコックによって調査され、出土土器を検証すると、先古天気候期から古天気前期に形式的に移行すると考えられる、出土状況が確実な土器の共犯関係が見られる。すなわち、ぶさ型四足土器と質的に蘇生であるがに、 彩り土器と多彩式土器が共犯して湿度している。機材、チョコレート色の壺、漆喰用表面に施した土器が見られる一方で、時期的な指標となるものが見られない。偽薄る炭式に見られるような公園部の付け根を溝状にへこませ、公園端部を鍵状に外反させるタイプが見られない。偽薄る炭の模様は、ノームルでもわずか1点のみの湿度である。 パシオン川流域グアテマラテ地チ南部のパシオン川流域のアルタルデサクリフィシオスではチカネル賞に並行するプランチャ賞の時期に偽せうする単式のポジティブペインティングの土器が出土するがサリナス賞になると消失しフローラルパークの特徴を表す瓦家が出現しているカリバル赤色土器アギラオレンジは新しい単色土器である に彩り土器や多様な形状を示す航路の増加が、著しくなる。セイバルでは、ポジティブペインティングの土器がやはり先古典気候機のカントゥセショーから検出され、フローラルパークの特徴を示す瓦家が参見される。ペテンテーチはシャクトゥンでは、一種管理オレンジ多彩式のチブサ型四つ足土器が、チカネルショーの墓から出土している。 しかし、原古天気に相当すると考えられていた、マツサネル賞の土器と言えるものが存在しない。ティカルでは、先古天気後期の乾学賞に、波専門用の土器が出土する。渋沢型四つ足土器の現れる君賞に先行している。ベリーズとの国境に近いペテンテ地チの南部にあるナフ、トゥイニチ洞窟では、ポジティブペインティングの土器と原古天気の特色を示すと、 されるオレンジ色土器が、相違的に共犯する。しかし、極わずかであって、アギラグループのチブサ型四つ足土器は発見されない。カンペチェ州メキシコ、カンペチェ州にある別館では、千古天気候期のパクルーム賞の後期前半で、ネガティブペインティングの波専門用の土器が現れ、パクルームの終末期にポジティブペインティングの波専門用が現れるが、 ホルムルアイ式を想起させるような土器は検出されない。エズナでも、ベカンのパクルーム賞に並行する、バルアルテス賞で、ベカンと同じタイプバエティに属する、ポジティブペインティングの波専門用を施した土器が、出土する。チカネルキの週末に茶デでルソでフローラルパークの特徴を表す瓦家が、幾分見られる。ブラディ、ボール、ハモンド、ブリングは、 1998年にエンシェントメソアメリカ史に掲載した論文で第一点として言古天気という概念の性質は移行的なものと考えるのではなく明確な土器の種類のユニットとして捉えるべきであるのでこのような土器の形状のみが強調されている概念をマヤ文明の発展段階の概念として用いるべきではないと主張する。また、 第2点に原古天気の形式的な状況が明らかになったとし、ナフトゥイ日洞窟の出土品から、ホルムル大々色土器である、アグアカテグループは、先古天気後期の大々色土器伝統の系譜を引き、ホルムル愛式とされた、一種管理用オレンジは、古天気のペテン光沢土,土器の一種として位置づけられる、ことを強調しておきたい、とする。つまり原古天気の象徴的な瓦家である、 異種管理用レンジは、時期区分を示すものではなく古天気前期の定置マヤに属する土器と位置づけられるということである。第三点として、原古天気段階とされてきた土器は、従来よりも後半にわたる形式として捉え、ホルムルアイ式とされたものは、地域的なアッセンブリッジか、土器複合のうちのさらに細分化されたものの一つを表しているに過ぎないと考える。 ホルムル愛式という様式が概意しているものは多彩式のオレンジ光沢土器で千草型四つ足を持つ鉢や皿の集合以外の何者でもなく一つのアッセンブリッジとみなすことはできないとする。第四点として新たな原古典気の変年的位置、付けを行うデータについて第一段階と第二段階に区分する。第一段階として 大々褐色の艶消し仕上げの土器の出現する75プラスマイナス 25BC を開始時期として位置づける。第2段階として AD150 年頃の明るいオレンジ色をした光沢土器の出現をもって区分する。この場合、最初のタイプが第2段階で必ずしも消失するわけではない。原古天気の周期について異種管理をオレンジ多彩式のような チブサ型四つ足土器の消失ということと考えれば、AD400 年よりも遡ることはないとする。さらに、原古天気を特定する土器群を物質的な表面調整の光沢に見られる技術的な違いが組み合わされているか否かという基準から考えるべきだと主張し、原古天気の期間は、紀元前1世紀から5世紀の初めとする。この時期には、 歴史的な現象のみではなく、技術的、美術的に重要な進歩が明確になった時期でもあり、原古天気の概念を土器の発展段階を軸として理解して用いるならば、有用であり妥当であろうとする一方で、それ以外の意味でも用いるならば、まや考古学のごくからは、誤った概念を生み出すものであるので除外すべきだと主張する。しかし、ことは、そう単純ではなく、 渋さ型四つ足土器が、紀元前100年内市同50年から紀元250年、内市同300年くらいの時期のものと考えられてきたこと。オルメカ文明のラベンタが放棄された、紀元前5世紀頃から、チャパス州やグアテマラ高地で、イサパ文化などの石彫りを作られた2世紀頃までの時期を漠然と原古天気として位置づける考え方は、根強く浸透していることから、 原古天気の概念については、その是非をめぐっても論争が続くものと思われる。ブレディ、J.E. アット、ある1998、P35 ホルヘアコスタなどに代表される、メキシコ国立人類学歴史学研究所の平年、紀元150年から300年くらいまでの時期を指す。例えば、高1975、P110、P118、 P145 など、ハット・ウィリー、GR1977、P391、ウィリーギファード1961、P165 ハット31号母の年代は、ハモンドラによる、放射性炭素年代測定によって1685プラスマイナス65、補正すると、AD257AD425 AD に位置付けられた P34。従って、 矢印によって情報修正を示している。この変年表は、下が古く、上が新しい変年表で、日本のものと逆なのも興味深い。AB19 号母の動物バツケ8については、1961年時点で、ウィリーとギフォードは、アクトゥーン間オレンジ多彩式、P160、フィグ1位、e、としているが、ブラディラは、ナイン管理をオレンジポリクローム。 アクチューン感バラエティーとしている P19 フィグ 1E セラミックスフィアの初版投稿者による主役。川ら家の湿度分布、流通の範囲を漠然と示す概念。地域的にはベリーズ北部、ベリーズ川流域、ペテン地方の北東部を経て薄ましんだ川上流まで広がっている。言語バラエティー。 ハットスタイルの訳語言語は、ウスルトンデコレーション正確には、ブラックオンクリーム、ハットブレディー、RP20 ベカント、エズナでは、カランバレットオンレッド、オレンジ、エスコブルレッドオンバフが出土する。これは、セイバルやバルトンラミーでも見られる、ポジティブペインティングの土器である。ウィリー、カルバートアダムズ1965、P298。ありがとうございます。